t-2、t-2 は日本で開発された超音速ジェット機。日本が初めて開発した超音速機であり、航空自衛隊で戦闘機の一歩手前の訓練のための高等練習機として用いられた。また支援戦闘機、戦闘爆撃機である回 -1 の原型にもなっている。大抵は t2 と呼ばれ相性はない。航空自衛隊では、 第一次回 X として、回 -104J を導入し、1962年より配備を開始していた。同期は、従来用いられてきた回 -86 回回 -86D とは隔絶した性能を備えていたことから、転換教育のため、急遽複座型の回 -104DJ も導入された。しかし、t 期でのを、 終えたばかりの新人パイロットにとって、ス -104DJ はあまりに高度であった。ス -86D、回86戦闘機に習熟したパイロットであれば、ス -104DJ での教育だけで十分だった。ものの、ス -104DJ との橋渡しのためだけに、新人パイロットに解、ス -86F の過程を受講させるのは、あまりに、非効率的であった。 しかも解、回マイナス 86AF はすでに老朽化、陳腐化が進んでおり、溶撃戦闘機としては、すでに回マイナス 140A に代替されていたものの、支援戦闘機としての後継機も必要になると考えられた。このことから、T-33A から複座型戦闘機への橋渡しをする超音速練習機の導入が検討されるようになり、T-38A、 B 及び TF-104 が候補期とされた。1965年9月、航空爆料幹部人事教育部の鈴木教育課長を団長とする調査団を派遣し、4週間にわたってアメリカ空軍の教育体系を調査した。この結果、一度は T-38B が選定されて第三次防衛力整備計画より導入を開始する計画とされた。 しかし、当時、技術研究本部の森谷富次郎本部長は、日本はこの機会に超音速機を開発しなければ、永遠に開発できなくなると主張していた。また当時の松野防衛庁長官は装備の国産化を施行していたこともあり、1965年末には、国産機の採用を検討するように指示された。これに対し、航空自衛隊は、国内開発では、 時間がかかることを危惧していたことから、三次防では、つなぎの TX として、海外の機体を導入し、四次防からは、国産 TX を導入することが計画された。その後、1969年に、第二次回 X として、複座のス -4EJ の導入が決定されると、ス -4 の功績要因に、機種転換教育の役割を兼ねさせることになり、 つなぎの TX のための予算は、回マイナス 4EJ の購入費に転用された。昭和42年度予算では、国産 TX 開発の第一歩となる基本設計のための委託設計費が認められており、同年7月には、航空爆料庁から防衛庁長官に対して、要求性能が上進された。1968年2月には、技術研究本部長に対して、 基本設計命令が下された。開発される機体は超音速高等練習機とされ、2番目の国産練習機として XT-2 と識別符号が付された。昭和41年度末には三菱重工業と三社グループから開発計画案が提出されており、評価検討の結果、1967年9月5日には三菱の案が採択された。 またこのプロジェクトの国家的意義を考慮して、三社グループ、及び新米和工業も協力者として指定された。10月16日、三菱重工業では、協力企業からの技術者を加えて開発チーム、アドバンストスパーサーニックトレーナーエンジニアリングチーム、アステットを組織し、設計面での体制を確立した。チームリーダーとなった、三菱重工の池田健次第二技術部長のみが、 対戦中に烈風などの開発に参加していたが、他のメンバーは全員が戦前、戦中の航空機開発を経験していない戦後派であった。1968年3月15日の計画審査の後、モックアップ審査と基本設計審査を経て、細部設計に移行し、1969年4月末で、アステッドのメンバーは現外社に復帰して、 以後の細部審査は製造担当会社で行われた。1971年4月28日に1号機がロールアウトし、7月20日に初飛行し、11月19日の30回目の飛行で音速を突破した。その後、さらに3機の試作機が製作されて、技術的試験及び実用試験が同時実施されていった。その成果を踏まえて、 1974年7月29日に部隊使用承認を取得した。本機は、海マイナス 86AF の後継機として、戦技訓練が可能で支援戦闘の潜在能力を持ち、かつ超音速飛行の能力を有する練習機として開発された。設計にあたっては、海マイナス104の影響が大きく、基本的な設計思想は、 回 -104 で示された、揚力よりも、余剰水力を利用して、超音速での工事旋回を追求するという思想を、受け継ぎながら、回 -104 の難点であった、T 型尾翼に近する、大向かい角でのピッチアップなどの安定操縦性の、問題、直線翼に近する、線音速域での余剰水力不足といった欠陥を、取り除き、マッハ1.6までの線音速、 超音速域を有効に起動できるようにした飛行機と要約された。このような設計思想を反映して、主翼は翼面積21.17平方メートルと非常に小さいものとなった。翼面荷重は 450KGF センチメートルと同時期で外見的にも似ているジャギュは 400KGF センチメートルより大きく、回 -104、520KGF 10。 センチメートルに近い値である。高翼配置で、翼平面型は、前円フィレット及びドッグトゥースを持った、クリプトデルタ翼とされ、前円交代角は42.29度で、上半角効果を打ち消すため、9度の抱えリズムが、付された。構造は、厚いタテーパー外反の竹田構造とされた。なお、本機の横操縦には、MU-2 以来の三菱重工製航空機に、 用いられている全スポイラー方式が用いられており、補助翼を排して、スポイラーを用いることで、低速から高速、大向かい角まで良好な火事の機器を確保している。水平尾翼は、下方向に15度の角がついている、全誘導式で、全円は、エンジン排気の耐熱のため、チタニウム合金が、用いられている。また最終設計の段階で、低速高向かい角時に、 方向安定が不足することがわか、胴体後部にベントラルフィンが追加された。胴体の基本構造は、強力縦通り材と円が待ちで構成される、通常のモノコック構造を採用している。断面は、体略区形で、マッハ1.4で、前期抵抗が極力小さくなるように、超音速エリアルールを採用している。なお、主翼を薄くしたために、 燃料タンクが胴体内に移動したこともあって、胴体の太さを抑えて、抵抗を削減することが設計の重大課題となった。コクピットは、タンデム配置の複座で、訓練生が、前席、教官が、後席に登場する。前、後席で280ミリの段差がついている。射出座席はゼロ高度、ゼロ速度で、脱出可能なウ馬車、e s 七 j で、ダイセルが、 ライセンス生産している。なおコストダウンのため、車輪は、回 -104J、DJ と同じものを使用している。エンジンとしては、J85GE-15GE1、J1A1、バイパー 21R、M45BS、J85、J1A、そしてアドアが候補になり、特にアドアと GE1、GE J1A1 について詳細な検討が実施された。防衛庁が発行した提案要求書では、アドアの総発が指定されたが、開発が進展すると、再度、機種選定が問題になり、GE1、J1A1 に加えて、J79 を押す声も上がった。開発にあたっては、基本運用パターンとして、対空戦闘訓練にあたるハイハイ、ハイプロファイルと、 対地攻撃訓練にあたる廃炉、ハイプロファイルが想定されていた。J79 は、航空、高マッハで水力が急増する特性があり、ハイハイ、ハイプロファイルには適するのに対して、廃炉、ハイプロファイルでは、燃費が悪く、航続距離に大きな差が出ると考えられた。また、GE1 も、廃炉、ハイプロファイルには、必ずしも適合しない上に、この時点で未完成で、 搭載機もなく、不確定要素が大きかった。これに対し、アド o アは、高等練習機及び地上攻撃機の要求に合致するように開発されたことから、ハイロ・ハイプロファイルにも適合する特性を備えていた。これらの検討を経て、1968年2月、アド o アの総発配置が採択された。ロールスロイスチュルボメカアドードア RB172、RB T260 は、イギリスのロールス・ロイス社とフランスのチュルボメカ社が、シープキャット・ジャニュアのために共同開発したもので、二軸式のアフターバーナー付き低バイパス比、ターボファンエンジンである。XT-2 は、ジャニアに続く2例目の搭載機であり、ジャニアで搭載されていた、アドア m k 1 0 2にもとに、石川島リマ重工業で、ライセンス生産した。 TF40IHI-801 車内故障 ADOA MK801 が搭載された。当初は先行生産型である -801X が搭載されていたが、1974年からは量産型である -801A の納入が開始された。ただし ADOA は開発後間もないエンジンであり、頻繁に改良や設計変更が行われたこともあって、 多くの困難が生じた。ジャギアとは運用も異なることもあり、日本特有の不具合も発生したことから、石川島春馬重工では、ロールスロイスとも協議しながら、日本独自の改善策を講じて、問題を解決していった。また生産性についても、同車流に改善して大幅に、コストダウンしたものも多かった。これらの経験は、その後、 回 -15J のプラットホイットに1回100回 -2 のゼネラルエレクトリック回110のライセンス生産でも活かされた。前期型はライトガルグレーを基本にして機種と垂直尾翼をインターナショナルオレンジで塗装し、主翼、水平尾翼、垂直尾翼のそれぞれの端を赤とオレンジの蛍光色で塗装されていた。一方、過程に用いられる後期型では、 より実践機に近いカラーリングとされており、機体全面をライトガルグレーに塗装した。飛行橋胴体がアグレッサー、仮想敵機として使用した機体は、当初は他の後期型と同じように塗装されていたが、後にミグ -21 風のシルエットになるように胴体や主翼、水平尾翼、垂直尾翼の位置を黒く塗装するようになり、 数字の書き方もロシア戦闘機風に赤と木の縁を付した。また最終的にはダークグレーとブルーグレーの二色名彩が採用された。ブルーインパルスの機体色は一般公募したもので女子高校生のグループが提案したものをベースとして青を基本に白と水色の帯が入る。また、追気基地の第六飛行隊や三沢基地の第三飛行隊、第八飛行隊には ス 1>, -1 戦闘機と同様の迷彩塗装や表記を施した機体もあった。T-2 は戦闘操縦基礎過程、前期過程用の前期型と戦闘操縦過程、後期過程用の後期型の2種類に対別できる。後期型は戦技過程に対応して J-OG-11 下器管制レーダーと光学照準機。 JM6120mm 機関砲を搭載し、胴体下のハードポイントには訓練弾ディスペンサーの装備も可能である。ただし後に、シラバスの変更などで T-2 運用部隊での空待機者爆撃が行われなくなった他、訓練弾ディスペンサーの装備はごく短期間で終了した。J-OG-11 は国産発のであり、使用周波数は KU バンド。 アンテナは、スロットアンテナをアンテナ素子としたプレーナーレ式とされた。後に、海 -1 支援戦闘機で搭載された J-OG-12 可帰管性システムのような、精密な透過計算機能は備えていないものの、基本的なオペレーションは可能である。なお前期型ではこれらの戦技化定用の装備を搭載していないため、機関砲の方向の開口がなく、 周囲は単なる膨らみとなっており、外見上の特色となっている。また、前期型は後期型と重量、重心を合わせるため、各子機器の代わりにダミーウェイと重りを搭載している。1971年に XT-2 試作1号機が初飛行に成功すると昭和47年度予算で、早速 T-2 第一次量産計画として20機が、 計上された。しかし、同年度は第四次防衛力整備計画の初年度に当たる年であったが、ドルショックによる経済不況を受けて決定が先送りされたため、T-2 を含む主要装備が正式決定を待たずに予算に組み込まれることとなり、野党の反発を招いた。このため、実際の発注は1973年3月31日まで先送りされることになった。 量産初号機、通産5号機は1975年2月12日に初飛行し、3月26日に防衛庁に納入された。その後、生産が進み、1988年3月7日に最終号機196が納入されて、全96機の生産が終了した。1974年8月には、第四航空団、松島基地内に、 t-2 企画室が設置されて t-2 のテストパイロットを共感試作機を教材として共感パイロットの要請が開始され1975年3月に臨時 t-2 訓練隊が発足したその後量産機の配備が進展すると1976年3月25日に臨時第21飛行隊となり 同年10月1日には25機の定数が充足して正式に第21飛行隊となった。また1978年4月には第22飛行隊も新編された。松島基地での T-2 教育は1976年4月より開始された。これにより、レシプロエンジンの T-34 での第一初級、操縦過程、 ジェットエンジンの T-1A、B での第二初級操縦過程、T-33A での基本操縦過程の後、本機による戦闘操縦基礎過程、戦闘操縦過程を経て、回 -104 や回 -4EJ の機種転換操縦過程に進むという教育過程となった。また訓練を担当する飛行隊の他にも回 -1 を配備する、 各飛行隊にも2機ずつが配備され、要員の連成訓練や、訓練支援、連絡などに用いられた。その後、同級化に伴って、用途廃止が開始され、第22飛行隊は2001年3月16日に、特別塗装の165機で、ラストフライトを行って、27日に解散式を行った。また2002年4月1日からは、松島基地に、 回 -2B の配備が開始され、第21飛行隊の T-2 に解、回 -2B の訓練を併用する体制となった。その後、回 -2B の配備拡大に伴って、2004年3月29日、第21飛行隊は解、回 -2B に機種転換し、T-2 による教育は終了した。第21.22飛行隊合わせて30万7000飛行時間。 1450人の戦闘機パイロットが育成された。以後は T-7 での初級操縦過程を経て、T-4 での基本操縦過程を終了すると、すぐに、k -15DJ や k -2B といった戦闘機の複雑型での訓練に移行する過程となった。これにより、平成16年度末の時点で T-2 は、 第8航空団と飛行開発実験団に7機を残すのみとなった。以後減少の一途をたどって、2006年3月2日に飛行開発実験団に配備されていた T-2 特別使用機の07号機が寄付基地でラストフライトを行って運用を終了した。1981年昭和56年一般公募による T-2 による ブルーインパルスのデザイン最終審査が行われ、都立高校の女子高生4人組の案が採用された。同年には、第4航空団2万時間飛行部事故達成により、第3級賞状受賞。一方、22日の122号機が、追気基地を離陸後に墜落、パイロット2名が殉職した。追気基地には12月17日に、航空総隊飛行共同隊が編成され、 T-2 が6機、T-33A が2機配備され、アグレッサー、仮想的機として運用された。1982年、昭和57年、松島基地の第21飛行体内に、戦技研究班を編成、T-2 型機による2代目ブルーインパルスの運用が開始され、7月25日には、松島基地航空祭にて初公開した。 ブルーインパルスの機体配色は前期のように一般公募された女子高校生のグループの案をベースに手が加えられ青地に白と水色のストライプが入るものとなった。1982年戦競技協議会に T-2 飛行共同体がフェイカーとして初参加した。第4航空団が飛行安全保障を受賞。しかし11月14日に浜松基地航空祭にて 展示飛行中のブルーインパルス4番機174が墜落炎上し、パイロット1名が殉職するとともに住民が負傷した。これにより T-2 による飛行訓練が一時停止された。ブルーインパルスの展示飛行再開はさらに1年を要した。1986年、昭和61年は、松島基地の滑走路工事を行うため、 第21飛行隊は追記基地、戦技研究班はニュータバル基地、第22飛行隊主力は小松基地、文献隊は浜松基地に移動訓練実施した。年内に滑走路工事終了し、移動訓練は完結した。同年、飛行共同隊所属の171号機が、起還中に墜落、パイロット1名殉職した。 さらに、同じく飛行共同体所属167が、訓練中に墜落、パイロット2名が巡職した。1988年、昭和63年、最終号機196を、第22飛行隊が受領し、生産は終了した、全96期1989年、平成元年3月22日にも、飛行共同体所属の135が、 t-2 同士の空中格闘訓練中に接触、墜落して、乗員2名が死亡。この事故を受けて共同体は、当初の予定よりも早い1990年、平成2年4月12日に、回 -15dj に更新された。1991年、平成3年7月4日には訓練飛行中の、ブルーインパルス2機、112172が、 宮城県近火山沖で墜落して、パイロット2名が殉職、同年の航空祭には不参加となった。1992年、平成4年に訓練を再開したが、6機での展示飛行の再開には3年を要した。なお、同年には、量産初号機105が退役し、三沢基地に高級展示されることとなった。ブルーインパルスは1994年、 平成六年に再復活し、直後の8月に来日した回マイナス16、シーサンダーバーツとの共演では、比較的地味に見えるか目くながら、当時の規定の範囲内で最良の飛行を行い、目の超えた観客に強い印象を残した。1995年、平成7年12月10日の那覇基地航空祭の展示飛行で優秀の美を飾る予定であったが、地元との調整に難航し、 12月3日の浜松基地祭が最後となった。12月8日にブルーインパルス最終訓練を松島基地にて実施、12月22日に戦技研究班は解散となった。同日、第11飛行隊ブルーインパルスが発足し、1996年、平成8年から T-4 中東練習機に変更された。T-2 の開発にあたっては、 当初から支援戦闘機、戦闘爆撃機への改造も念頭に置かれており、XT-21 号機の開発が一段落。すると、T-2 をもとに支援戦闘機の試作機に改造する設計作業が開始された。この支援戦闘機型は FST2 回と呼称されており、昭和48年度に第4次。 防衛力整備計画で2機の試作が認められたため、生産ラインにあった T-2 の6号機59から5106と7号機5107を FST に改めのプトタイプ T-2 特別使用機として開発することとなった。プロトタイプ107は1975年、昭和50年6月3日に初飛行、106は6月7日に飛行した。その後、 二機は飛行実験団と防衛上技術研究本部において7月から翌1976年3月まで研究がなされ、11月12日に部隊使用承認が下りて、海 -1 支援戦闘機の名が付けられた。技術研究本部、基本では欧米の創生に合わせて1970年代より CCV、コントロール・カンフィグ・アード・ビヒクル技術の開発に着手しており、 1977年からは P2V をベースにした可変特性研究機ベッサヨル飛行試験が開始されていた。そして1978年からは三菱重工業を主契約企業として T-2 をベースにした CCV 研究機の開発が着手された。この時開発された実験機は T-2103 号機の機体をベースにして30の デジタル式、フライバイワイヤー、FBW を装備しており、また機種に垂直1枚、水平2枚のカナード翼を取り付けること、DLC、直接揚力制御、DSC、直接横力制御モードの実現も計画された。1983年8月9日に初飛行したが、当初はカナード翼を取り外して、T、T-2 と同じ安定性のある形態で、 飛行試験を実施していい。その後、10月14日に、初めてカナード翼を取り付けての試験が実施された際に、足上げ直後から始まったロール振動が発散を始め、最終的に左右に90度近くなった。パイロットはとっさに、脚影と操縦系統を FBW から非常用の手動制御、ウブに切り替える対処を行い、機体は安定を取り戻した。 原因は、FBW システムで足上げ以降のロールソーダの機器、ロールコマンドグラディエント、RCG の設定が高めであったことや、フラッペロンに割り上げられる油圧の配分が不十分で、カジ面の応答に遅れがじたことなどであったことが判明した。この模様は、別件で空港に取材に来ていた NHK のテレビカメラで撮影されており、報道番組で放映されることとなった。 機体は1984年3月26日に防衛庁に納入されて、1985年3月20日まで基本と航空実験団によって138装置に及ぶ飛行試験が実施された。その後に米国と共同で開発された次期支援戦闘機 FSX-2 では機体設計は回 -16 を参考としたものの、 飛行制御ソフトウェアは開示されなかったことから T-2ccv の技術者を FSX の設計チームに編入してその成果を踏まえての独自開発が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。